放射線ホルミヒス酸素カプセルでございます。今気圧が少しずつ少しずつ抜かれている状況の中で耳抜きしながら、やってる状態でございます。もう肋骨が折れてるんでね、今週末の群馬100キロウォークに向けて、コンディションを少しでも整えるために前橋三ツ俣、くつろぎサロンね、ぜひ皆様もお困りの際はお出かけいただければいいんじゃないかなと思います。ああそういうものがあるんだっていうのをね知って、はい、今耳抜きました。そういうのがあるんだっていうのをね知っていただくだけでもいざっていう時にねあれになるんじゃないかなと思いますね。とにかく免疫力ですよね。体をやっぱ強くしないといけませんので、まあこういう時にね、こういうマシーン、しっかりしたね、ちゃんとしたマシーンに頼るっていうのはねもちろんすごく大事なことなんで、選択肢に持っておくことが大事かななんて思います。